はい、吉祥寺の花屋、花心のさげさです。第2日曜日といえば、母の日、5月のね、第2日曜日といえば母の日なんですけれども、母の日といえばカーネーションなので、本日はカーネーションを使ったプードルアレンジメントをやってみたいと思います。このプードルアレンジメントができるようになれば、他の動物アレンジメントも、応用でできるようになりますので、ぜひこの動画を参考にしていただければと思います。では早速やってみようと思うんですけれども、まず僕が準備したのはこのオアシス、オアシスこうやってね切ってねやるのと、ね、これ吸水フォーム、別名っていうか正式名称が吸水フォームっていうんですけれども、オアシスっていうのはオアシス社が出してるオアシスになります。オアシスになります、吸水フォームになりますので、これが正しい名前になります。で、あとハサミで、ハサミもね、こういうね、ギザギザのついたやつですと、奥の方でワイヤー切れるので、こういうハサミがあると、便利です。でね、ちょっとオーナメントで、こういうハートも用意してみました。母の日なので。ありがとう、ありがとうが書いてある。いいね。はい。で、これが、プードルの目と、鼻になるのと、あとこれベロですね。ベロになります。で、ワイヤー、僕は26番ワイヤーを用意しました。これなくても、いけるんですけれども、あった方がすごい使いやすいです。で、これを留めるフローラルテープ、フローラルテープもあると、すごい便利ですので、用意してみてください。で、まああとね、このカーネーション今回はピンク用意しました。はい、じゃあ早速作ってみたいと思います。で、まずこの花のやつをこう取ります。で、先にちょっとやっといた方がいいのがこの1個を使って、で、こうやって斜めに切るとすごいいいですね。で、それ斜めに切る理由って、あの花ですね、花になる部分をこうやって真ん中にこうやってくさって刺して、で、斜めにしとくと、こういう芯のところがなかなか通らないので、斜めにしとくと、通りやすくなります。で、こうやって、でね、こうやって横から出してあげると、真ん中にやっちゃうと、うまく刺さらないので、こうやって横から出してあげるといいですね。わかりますこれ。はい、こんな感じで、はい。で、こうやって真ん中の方にこうやってつけてあげます、先に。で、これを1本用意しとくのと、で、あとこの2本、目になる部分、この目になるところって、あの、ものによるんですけど、結構短いやつ、あります。で、僕が使ってるのを普段短いやつなので、これだとオアシスに刺した時に目の長さが全然足りないので、このワイヤーでちょっと伸ばしてあげます。こうやってね、くるくるっと。もうこの巻き方はもう適当でいいので。で、このくらいね、伸ばしてあげます。で、これを、フローラルテープで巻いてあげれば、あの、取れる心配がなくなりますので、ちょっとフローラルテープでつけて、で、このくらい伸ばしてあげたら、これをね、やっぱりこれでワイヤー切るのに、このギザギザのところでチョキンと切ってあげます。で、これを2個作ります。でね、もう先にね、こうやって同じ長さに切ってあげるといいですね。はい、こんな感じで伸ばしてあげます。で、これベロはもうこのカーネーションの下のところにこうやって刺してあげ、こうやって刺してあげるといいんですね。よいしょ。これベロなかなか刺さない。これも斜めにあげると刺しやすくなりますので、よいしょ。一個ですね、もうこういう感じで作っちゃいます。はい、で、作り方なんですけれども、まず真ん中の顔の部分を、これちょっとこれくらいで見えますかね、
よいしょ。これくらいで OK。 はい、これでもう最初にこうやって真ん中に刺しちゃいます。で、こうやって刺した後にまずはここの、プードルの、この耳の部分ですね、ふわっとした耳の部分こうやって作っちゃいます。はい、で、どんどん作っていきます。そしてこれでね、左右同じように、あー、いいですね、さすが俺、こっち側でも完璧で、こうやって耳の部分を作ってあげて、で、次の頭のこのふわふわの部分、ふわふわの部分はちょっと長めにして、他のやつよりもちょっと長めにして、こうやって頭に引っかかるように刺してあげます。で、あと必要なのは手の部分、手の部分はもう短くしちゃって大丈夫です。もうこのくらいね、あ、もっと短くしちゃっていいかな、もっと短くしていいんですけれども、この節の、カーネーションの節の部分で刺しちゃうと抜けやすくなってしまいますので、少し残してあげるか、できるだけ節のところでは刺さないようにしてあげましょう。で、こうやって手の部分を、こうやってもう このくらい短くしちゃっていいです。このくらい短くしちゃって、こうやって左右に刺してあげます。完璧じゃない。で、ね、こうやってハートを持たせてあげて、こうかな、あ、今ポキっていった、やべ、このハートが刺すんです、やばい、このハートがむずいぞ。はい、こうやってね、ありがとう、ありがとうって持たせてあげます。まあね、ここねちょっと空間が空いちゃうので、何か他のね、お花とかガーベラとか持たせてあげてもいいかもしれないですね。で、一つ刺し方として、ここの胴体の部分もポンって刺してあげて、いわゆるこれを、そうですね、1個2個3個、4個、5個、5個くらい刺してあげて、胴体を作ってもいいです。でも胴体を作ると正直カーネーションの数をかなり使うんですよ。なので正面から見せるんだったらもうこの本数だけで大丈夫です。でもしこれを使うとしたら、こうやってね、尻尾の、こういう尻尾になってあげる部分、プードルの尻尾だけ刺してあげましょう。もうちょっと長くてもよかったかな。まあ尻尾の部分をね作ってあげて、でここの部分にお花で普通にアレンジメントしてあげるといい感じです。あと、まあ、今この普通の器、よく出てる器で刺したんですけれども、こういうバスケットとかで刺してあげた場合は、この手がそのバスケットに引っかかって、いわゆるバスケットの中にいる犬がこう飛び出してあげてるように、いわゆるその手でバスケットを押さえてるような感じでやってあげると、すごい可愛さが出てくると思います。で、あとはもう本当にアレンジするだけ、もうこれ本当簡単ね。こうやって葉っぱとかを入れてあげて、これをグルーピングで刺してあげると、グルーピングっていうのは同じお花を近くに刺してあげるとまとまりがすごい出ますので、そういうグルーピングを意識してやってあげるといいです。で、これをこうやって刺しちゃうと、せっかくの尻尾が見えなくなっちゃうので、こうやってね、ちょっとね、埋めるように低く刺してあげたり、で、その尻尾から外したら少し高く刺してあげてもいいです。で、あとはこの、まあね、アンスリウム刺していきたいと思います。これで、あとはこのサイドを埋めてあげたり、ね、こうやって高さをいろいろ変えてあげて、あとはまあ下が埋まるように、これにもうちょっとこういう感じで刺しますか。これもうちょっと前に出そうかな。で、
同じところにやってもつまらないので、ちょっと横の方に別角度から刺してあげたり、そしてまあちょっとねこういう面白い、これジンジャーの仲間です。こういうのとかを後ろの方からこうやってチラッと見せてあげたりしたら、これもうちょっとこうありな、こうやってこう、こんなもんかな。大事なの忘れてた。目がないですね、まだ。はい、この目を刺していきたいと思います。もうね、ほんとこの目大事。これね、グリーン刺す前に刺してあげましょう。はい、これが、ちょっとね、目だけ大事なんで、ちょっと集中して刺したいと思います。でね、はい、こうやって、こうやってって言ってもわかんないね。見て、はい、目が完成しました。こういう感じでね、刺してあげると OK です。でね、ここの空間がもしね気になるようだったら、こうやってプラスカーネーション刺しちゃってもいいので、こういう感じでプラスこうやって刺してあげてもいいので、ちょっと刺しましょうか、これね。さで、ちょっと刺します。多分ねこれ編集で早送りになると思うんで、可愛くできましたね。こういう感じで、はい、先にね麺入れてあげた方が、すごいやりやすいです。で、あとここ入れなくてもいいんですけど、やっぱりこれね入れた方が個人的には透け感、透けなくていいので、入れてあげるといいです。その場合この耳とかこの頭よりもちょっと沈めてあげるのがポイントですね。で、何本使ってますかね。9本使ってます。なのでね、おそらくこれいくらくらいなのかな、お店で売ってるの多分4000円か5000円くらいで、売ってると思います。で、これでさらにねラッピングしてあげると、ボリュームも出ますので、ぜひね、母の日に、自分で作ったアレンジメントを送りたい、でも普通のアレンジメントじゃなくてちょっと変わった動物アレンジメントを送りたいという方は、ぜひ参考にしていただければと思います。でね、このパンダとか、クマとかも作れます。多分ねここら辺に、画像が出てると思いますので、これもね参考にしていただけたらと思います、ね、ブログの方で確かクマの作り方もやっておりますので、その概要欄の方にブログの方は貼っておきますので、そちらの方も見てみてください、本日の動画は以上になります、この動画が面白いと思いましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あ、最近インスタグラムもね、力入れてますので、そちらの方のフォローもお願いいたします。では、以上になります。さやかささん、何やってんすか？はい、いや、なんかちょっとあんまりプードル可愛くなかったんで、作り直してるんですよ。なるほど。はい、まあでも、ね、これ手元で撮りましょうかって言ったのに、はい、なんで手元でやらなかったんですか？だってさ、これよくワークショップとかで小学生が作ったりもするんですけど、すごい上手にできるんですよ。そんな初めて作った小学生が作ったのを、そりゃプロだったら見ないでもこうやって作れると思うじゃないですか、こうやってサクサクって。確かに。まあでも、はい、今回結果はどうでした？はい、できませんね。はい、次から手元で手元で、ところで言いますか、クマとかパンダの作り方的ななんかポイントみたいなのもちょこっと今教えてもらえないですか？あー、了解しました。ですね、まずあれですよ、クマのポイントなんですけれども、
まあ、こういうねワイヤーを茶色のワイヤーがいいですね。こういう茶色のワイヤーを用意していただいて、見えますかねこれワイヤーで、ワイヤーをこうやってで、さらにねフローラルテープ巻いた方がいい、フローラルテープを巻いた方がいいんですけど、ここの鼻の部分のところにこうやってくるんってくるんって巻いて、こうやって顔文字みたいなふにゃんってふにゃんってやってあげると、こういう感じでやってあげるとクマの可愛さが出てきます。これなってる？なってない、ね、こういう感じ、こういう感じのやつをきれいにきれいにね作ってあげて、こことかはピッとやって、まあねだいたいこんな感じ。これをねきれいにちゃんと作ってあげるのと、でこういうの下はいらないですね。でクマの場合耳が上になりますので、ここら辺につけてあげて、全体的にはちょっと丸みを出してあげるのがポイントになります。もうクマの作り方はブログの方で書いてあるんで、ちょっと2度目になりますけど、そちらを見てください。でパンダのポイントなんですけど、カーネーションカーネーション、目の色を変えてあげる、目の色を変えてあげて、で周りを白の鼻でこう囲んであげるんですけど、ちょっと丸みを持たせて、で耳の色も変えてあげる、でちょっと離してあげるのがポイントですね。でパンダといえば垂れ目の作り方なんですけど、こうやってこの目をここら辺に置くんですけれども、こうやって真ん中に置いてこの垂れ具合を作ってあげるとパンダっぽくなります。パンダの画像も改めてちょっと横に貼ってあると思います。まあね、そういう感じで作るといいんで、ぜひ河合さんも母の日大量に作ってください。あ、頑張って作りたいと思いますでも参考になる、はい、テクニックでした。ありがとうございました。はい、ちゃんと作ったやつはまた改めてちょっと動画でね撮っていきたいと思いますので、もう花心さえぐさちゃんと動物アレンジメント作れるんだよっていうところをアピールしたいと思います。これさえぐさ作れないだろうと思った方、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日の動画は以上になります。